今日もメモたっぷり。おはようございます。どうぞどうぞ、よろしくお願いします。メールが来たよ。ありがとうございます。イエーイ、新しいメール。なるほどね。皆さんこんにちは、君島美月です。さあ今週も始まりました、君島美月の急速充電。いや皆さん、私先日初体験しました。いや本当にね、初体験しました。いやね、何を初体験したかちょっと皆さん聞いてくださいよ。私この間ラーメンライスデビューしちゃったんですね。もう本当にパチパチパチ、今もうちょっとリスナーの皆さん見えないと思いますけど、一人でねブースで拍手してます。いやこの間、ずっと行きたいなと思っていたラーメン屋さんに行ってきたんですね。でそのラーメン屋さんっていうのが東京都葛飾区金町にできた三浦屋さんっていう、俗に言う家系のこってりした家系のラーメン屋さんなんですけど、結構いつも行きたいな行きたいなと思いつつすんごく並んでるんですよ。でとてもとても並んでるので、やっぱりちょっとこう並ぶ勇気というものがね出ず、今まであんま行けてなかったんですけど、先日ね、友達とちょっと並んじゃうみたいな、たまたまね列がちょっと少ない時があって、ちょっと今チャンスじゃないってなってね並んでみたの。そこで初めてね、ラーメンライスというものをね食べてみたわけなんですけど、今まで想像ができなかったの。ラーメンとご飯って共存するのかなって、もうドキドキしちゃって、なんかもう炭水化物と炭水化物じゃんみたいな、まあ健康にいいわけがないけどとても美味しいのは伝わるみたいなイメージがあったんだけど、普通のね大きさのラーメンを注文して、でご飯のサイズは小から大から、好きな大きさを選べたんですけど、一応ねちょっと少なめにしてみたんですよ。で、はいお待ちって出してくれるじゃないラーメンを。でね、お店に入った雰囲気もすごくこう家系とかああいうラーメン屋さんって怖いイメージがあったりするじゃないですか。大将がなんか、はい何するみたいな、はいこれ、はいこれみたいな、なんか呪文みたいな唱えるじゃない、ニンニク増し野菜なんか増し増してみたいな、ああいうのがちょっとわからなくてドキドキしてたんだけど、店内にもすごく丁寧にねこういう注文の仕方してくださいねとか、これがおすすめですよとか書いてくれてたし、あと店員さんとかもみんな、なんかお姉さんここどうぞとか、おかわりどうですかとか優しく聞いてくれたりとか、すごくみんなニコニコしてこう明るい雰囲気で営業してらっしゃったので、女の子一人でもすごくいいなと思って、でねこのラーメンの話延々にしちゃいたいんですけど、今皆さん聞いてご存知の通り後ろのねバックで流れてるメロディーが今切れたんですよ。なのでオープニングトークここでそろそろ巻いてねっていう合図なのでラーメンのトークはここで終わりたいんですけど、何が言いたかったかっていうと、初体験したラーメンライス最高でした。本日も12時15分までよろしくお願いいたします。さあ今週もコーナー行きましょう。みつきのお悩み相談急速コーナー、今日はですねお悩み2件結構深めな感じのをいただいているので、早速ね読んでいきたいと思うんですけども、このコーナーでは人に言えない相談からどうでもいい相談、大きな悩みから小さな悩み、恋愛相談だったりとか、あとハッピー報告何でも OK 送ってねっていうコーナーでやってます。早速ね、1つ目読んでいきたいと思います。先週読めなかった分ですかね。
ラジオネームダルビーさん、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今週は珍しく多忙でバタバタしていますが、この15分を楽しみに頑張っております。ありがとうございます。先週送っていただいているので、今週もね、楽しみに聞いていただいていたら嬉しいなと思います。はい、いきなりですが一つ恋愛に関する相談をさせてください。付き合ってから、あるいは結婚してから数年も経つと、やはり当時ほどのイチャイチャとかラブラブな関係も少しは薄れてしまうことが多いと思います。そうさせないためにも、毎日欠かさずこれだけはやるとか、美月さんなりの考えがあったらぜひ教えてください。はい、ですね、まずこの質問をいただいて、さっきねラジオの準備中に読んだんですけど、まず真っ先に浮かんだのが、イチャイチャとかラブラブっていうのはさ、新しいものだからこそときめくっていうのはもちろんあると思うんですけど、違う要素でドキドキとかときめきを取り入れて一緒にやってみるっていうのはどうかなって思ったんですね。っていうのも、例えばほら、私がさっき冒頭で話したラーメン初体験しましたみたいな、ああいうのも、一緒に行ったのはさ、女の子と一緒に行ったんだけどさ、なんかその女の子すごく仲いいんだけど、一緒にラーメンを初体験したもんだからさ、なんかさらにその女の子のことを好きになったの私でもそれって恋愛でも言えることなのかなってちょっと思って、2人で一緒に恋愛以外のドキドキを経験してみるっていうのってすごく大事だなと思うのね。そうなので、よくさ、こう吊り橋効果とかさ、なんか一緒にお化け屋敷入ったらね、ドキドキが復活するとかさ、そういうこと言われてますけど、ハードル高いと思うので、何か一緒にカレーをスパイスから作ってみるとか、なんかそう言って初めてのドキドキを一緒にやってみるのはいいんじゃないかなと思います。で、あともう一つ、これ私の友達の話なんですけど、その子が遠い昔、長い間付き合ってた彼がいたんですよ。で、その彼が別に嫌いとかなわけじゃないんだけど、ときめきないなって彼に対してね、その女の子は思ってたんですよ。でもとある日に、休みが二人一緒だった時に、たまにはお出かけしてみるかってことでドライブに行こうってなったらしいんですね。で、その、ドライブどこ行くってなった時に、彼の方がね、思い出の場所に行ってみないって聞いたらしいんですよ。で、その子はなんだろうな、思い出の場所ってどこのことだろうって思ったけど、聞きもせず、いいよいいよって一緒にドライブ行ったらしいんですよ。で、どこに行ったかっていうと、その彼が彼女に告白をした場所に行ったらしいんですね。はい。で、ここまではさ、よくなんかベターな展開じゃない、思い出の場所に2人で行って思い出に浸るみたいな。でもそれだけじゃなくって、その女の子がね、いやもう私今の彼に別にときめきとかないなーみたいな、もう家族みたいな、もう居心地のいい感じになっちゃってるなーっていう感じで話してたんですけど、次会った時に、この間さ思い出の場所2人で行ったじゃん、めちゃくちゃ大好きになっちゃってさって言ってたのねあれ、この間会ってた人と同じ人かなってぐらい、この感情がなんか過去の恋愛の気持ちがこう復活してたわけですよ。だからすごくいいことなんだなと思って、その二人にしかわからない思い出だし、その二人にしか共通しない気持ちじゃない、その場所でのその気持ちのその出来事って。なので、そういう場所がもしあるのであれば、行ってみて思い出してみて、改めてね、好きって気持ちとプラス相手に対する感謝、してくれたこと、やってくれたこと、自分に与えてくれてる幸せっていうのを今一度思い出す時間を作ってみるっていうのはいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひ参考にしてみてください。じゃあもう一ついきます。はい、ラジオネームなべたさん、君島さんこんにちは。初めてのメールでご相談です。ありがとうございます。現在お付き合いしている方と1ヶ月半ほど経つのですが、お互いの休みが合う日は出かけるのに毎回 100% 雨なんです。お互い行きたいところがいろいろあるのに、晴れてる時がいいよねとなって、毎回どこに行こうかの話になってしまいます。それもまた楽しいんですけど、女の子はおしゃれしたり髪型だったりとあるので、やはり外に出るなら晴れてる日がいいですよね。君島さんは雨の日の休日の過ごし方をどう過ごされていますか。はい、メールありがとうございます。確かに髪型とか、あと服装とか、
おしゃれな靴履いてる時とか雨の日外ねずっと歩くおデートはあんまり好ましくないなって私もやっぱりちょっと理解はできてしまうんですけど、雨の日にあえて今まで外出てなかったんだったらあえて外出てみてすごいポジティブな言葉を言ってみるっていうのはどう？なんか傘一本にしてみてさ、なんかあこう風邪ひいちゃうからこっちもっと来いよみたいな、ちょっと抱きしめちゃうみたいな、どうですか？雨の日しかそういうのできないじゃない、日傘でできないからさ、雨の日しかできないこうキュンキュンするようなセリフとか、あとはなんか優しさをちょっと見せてみるみたいな、いや雨降ってくれて嬉しいね、お花が綺麗に育つかな、今夜食べる野菜も雨のおかげで育ってるもんなみたいな、そういうちょっと優しいお礼を見せてみるのいかがでしょうか。もし逆効果になったらごめんなさい、このラジオでは、適当に答えている部分もありますので、参考にできるところは参考にしてみてください。はい、メールありがとうございます。今日も最後まで楽しんでってくだ、あ、噛んじゃったすいませんね。今日も最後まで楽しんでってください。ということでね、そろそろ曲をかけなければならぬのですが、今日はね2曲迷ったんですけど、ちょっと外も暑いのでこの曲を流していきたいと思います。聴いてください、ビギンで三線の花。君島美月の急速充電、今週もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりましたが、皆さん今日も楽しんでもらえてますか？私ばっかり楽しかったりしない？はい、このラジオではですね、随時メールも募集しています。大きな悩みから小さな悩み、人に言えない相談からどうでもいい相談、恋愛相談、ハッピー報告などなど何でも OK、メールアドレスは 789@kfm789.co.jp、 数字の 789@ アルファベット KFM 数字 789.co.jp、 君島美月の急速充電まで送ってください。あとはですね、X の方でもハッシュタグ君島美月の急速充電でお便り、ハッシュタグつけてねポストしていただければお便り受け付けておりますので、ぜひそちらの方でも送ってください。ということで X もちょっと拾っていこうかな。東京運河さん、君島美月さん、皆さんこんにちは、今日もラジオ楽しく拝聴していますということでありがとうございます。恋愛結婚のマンネリ化には初めてのドキドキを一緒に初体験、そうですね、ぜひやってみてください、おすすめです。でですね、ちょっとね、毎週ね、お知らせさせていただいてるんですけど、7月にね私が出演している映画私が俺の人生が7月に全国公開になりますので、ぜひそちらの方も随時、情報などチェックしていただけたらと思います。でですね、インスタグラムの方とかでも質問を募集していたりするので、ぜひ、質問送っていただいたりしていただければ、こうやってね拾わせてもらえるのでぜひ送ってください。でリクエストある曲などもあればぜひ送ってもらえたら一緒に曲聴いて楽しみたいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。今日はねなんか結構深めな恋愛トークたっぷりしたんですけど、やっぱ15分じゃ足りないですよスタッフさん。私もっと話したいもん、できるかな、ちょっと心配になってきたけど、1時間ぐらいいつかやりたいですよね。まあそれぐらいね成長していけるように頑張っていきたいと思いますので、皆さん、今週も楽しんでもらえたら嬉しいです。それでは来週もお会いしましょう。君島美月でした。まったね。